どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は槍のユニーク装備を取りに行きましょう。槍はね、なかなか難しかったんだよね。槍のキャラって俺レベル上げてなくってさ、それで結構厳しかった。はい。でユニーク装備の入手方法だけども、特定のクエストを特定のキャラクターでクリアする。さらに難易度は難しい、もしくは地獄難易度で全てを S ランククリアする。これが入手条件となってます。槍の入手の場所なんだけども、まずは一つ目、第一章光秀編の明智城の戦い、ここを斉藤利光を使ってクリアだね。もちろん S ランククリアとなってます。そしてもう一つ、第5章だね。第5章の信長編、手取川の戦い、ここを勝家だね、柴田勝家を使って S ランククリアとなります。はい。明智城の戦いの方は事前にやっときましたので、ここクリアしていきましょう。ちなみにキャラクターはメインでもパートナーでも大丈夫です。使う柴田勝家を入れておきましょう。それでは行きましょう。この槍なんだけど、この騎乗での戦いが得意らしいんだけど、難しいんだよね、騎乗での戦いが。まあ多分それ専用のスキルをつけていけばいいんだろうけど、やりにくい、めちゃくちゃやりにくい。これでいくよりも全然地上で戦った方がね、いい気がするんだよね。よし、ちょっと待って、経験値をしっかりと貯めていきましょう。地上戦の方が俺は好きなんだけど、でもまあ一応騎乗での特化武器みたいなところもあるから、強いんだろうけどね、使えれば。使えればの話よ。その使うのが難しいんだわ。あー、やばい、時間切れる。あー、切れた。まあ仕方ない。こちらは OK ですね。鹿之助に代わっていきましょう。これあのメインでもサブでもいいっていうのがいいよね。このメインサブとも決定したやつだったらかなり厳しい戦いになったろうけど、まあ、メインサブどっちかで強いキャラクター、自分の得意なキャラクターを入れていけばいいんだから、それの分はだいぶ救われたかな。 OK、 ここ行こう、ここで行け、そこそこ多いでしょ。よっしゃ、2頭大好き、2頭大好きだね。特に信長の方が、家康の方が好き、家康の方がいい。まあ、鹿之助も全然強いよ、全然強いんだけども、信長の方、家康の方が使いやすい気がする。俺はこっちも全然強いよ、全然強いんだけども、俺はあっちが好きかな。よし、 OKOK、 とりあえず倒した。おお、勝家えらい先行くね。なんかあんのそっち。あ、ミスった、ミスった。俺アイテム使ってる。うわ、ここなんだこれ、めちゃくちゃ嫌な場所じゃん。こういうとこ嫌いだわー。よし、まあまあまあ、ちょっとずつ倒して活路を開いていこう。このね、槍とか盾が出てきて本当にね、移動がちょっとネックになってきたとこあるよね。あれをこう貫通して倒せるようなスキルがあればいいんだけど、ないよね。おっと、いや、ここで使うべきじゃない。まあ、そこそこ多いんだけども、もうちょっとがっつりしたところで行った方がいいかな。あ、ここで使っとけ、ここで大暴れして経験値を貯めよう。し
しゃー、だいぶ溜まるでしょこれは。あ違う、俺ここでただ使うんじゃねえなこれ。まあいいや、とりあえずここで経験を貯めたね。 OK 貯めました。じゃああそこに行くか、遠いなおい。ついた OK。 あ使っとけ、もうついでついでに使っとけ。ここでよっしゃあ勝家ね、ようやくねレベル25なんで固有技が全部使えるようにはなりました。あとは30だね。30で技能アップができればまあいいでしょう。オッケー。もうちょいか。これ時間やばいかもな。結構時間がね、S ランク取れなさそうな気がするな。ちょっとまあとりあえず、大急ぎで行こう。かなりちょっと時間かかってるぞ。やばい。仲間をさ、もう自分の任意でそっちに行けそっちに行けっていう風に移動ができればいいけどね、これ移動がね難しいんだよね。とにかく武将がいるところに突っ込んでいくから、そっちじゃないんだーっていう時が結構ない、あるよね。自分でなんかこう任意でね、こう駒を動かすような感じで操作ができればいいんだけど、それができないっていうのがね厳しい。まあ、とにかく急ぐよ。これで終わりか。どう、あ終わった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 。問題は時間よ、時間。どうだろうな。ああまあまあまあ、ミッション11の8だったら S かな。うーわー、武将撃破数が A か。マジか。いえ、どこにいた？難しい。どこにいたんだ？一個でも A があると入手できないのよ。もう一回行こうか。よし！よしよし。さっき武将撃破数が21だったけども、やっぱ4体増えたね。OK。これで、ついに槍のユニーク装備、ゲットです。ゲット！お、なんか、すごいね、トライデントみたいな形になってるね。どんな感じだ？あれ？やっぱりさ、うん、これよくあることなんだけど、ユニーク装備の方が攻撃力が下がる。結構下がるな。うん、攻撃力が58なんだけど、攻撃7なのよ、こっち。7と9ではやっぱ全然違うからね。それの差が出てるんだな。いやー。いや、これ使うより全然、今までの装備の方が強いでしょ。なんかユニークボーナスみたいなのがあるのかな？ステータスにはなくても。わかんないね。まあ、とりあえず、残りあと10本ぐらいかな、ユニーク装備が。はい、頑張って入手していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。